カブすき焼きチャンネル。はいどうも、カープスキジャケチャンネルです。今回は7日のドラゴンズ戦振り返っていきたいと思いますが、この試合は2対1でカープ勝利しまして、連敗4でストップということでね、まあ今週は勝ててなかったんですけど、まあようやく土曜日に1勝ができて連敗ストップねできたのが本当に良かったと思います。久しぶりにね、まあ守り勝つ野球という形で先制点取ってそのままね逃げ切るという試合ができましたので、まあこういうね自分たちの勝ち試合野球ができたのは一つ大きかったと思いますし、まあ本当中盤はね逆転されるんじゃないかなというね思うぐらい重い展開でしたが、そこでね逆転されずに勝ち切れたっていうところも、今年のねいいところかなと思いますので、まあ一つ勝ってプレッシャーもねなくなると思いますので、また明日から連勝といったところを目指してほしいなということでね、まあこの試合の良かった点もねしっかりとまとめていきますので、ぜひ最後までご覧ください。またこのチャンネルの登録まだの方は登録もよろしくお願いいたします。それでは振り返っていきましょう。さて、安地の注目ポイントからですが、この試合まずは坂倉選手からです。3打数2安打1打点ということで、14試合ぶりのホームランを含むマルチ安打の活躍でした。まあ、マルチ安打と言いましても1本目の、ね、ヒットツーベースはですね、まあ、相手のショートレフトがね、太陽が目に入って取れなかったというラッキーなツーベースでしたが、まあ、やっぱ良かったのが4回のホームランですね。4回2アウトから3ボール1ストライクというねカウントからも狙いすまして高めのボールを捉えたということで、ボール先行だったのでもう一発ホームランをね狙って、で高めに浮いてきたまっすぐを仕留めてミスショットせずにスタンドに入れたというね、もう素晴らしい一発になりました。試合展開的にもねなかなか序盤のチャンスでも点が取れずに、で4回も2アウトランナーなしで、またこの試合もね苦しいのかなというところでのね一発だったので、本当にチームに勇気を与えるような大きな一発になりました。でこれで4年連続の2桁ホームラン達成になりましたし、今年ね、まあ、遅いんですけどチーム内一番乗りの2桁ホームラン第10号だったということで、前半出遅れたのもね後半一気に巻き返してこういう風にホームランもね打ってくれているので頼もしいです。で先週からねちょっと状態が落ちていまして、まあ今週もねなかなか打てていなかったんですけど、まあこういうね大きな一発が出たということで、まあこれをきっかけにね復調してほしいなという気持ちがあります。やっぱ坂倉選手がね打って7月8月はね勝てていましたし、こういうホームラン打てるバッターなので坂倉選手が打てばその分得点もね上がってくるということで、これをきっかけにまた明日から復調するということにね期待していきましょう。で続いて秋山選手です。4打数1安打1打点ということで、4試合連続ヒットとなる貴重なタイムリーヒットを5回に放ちました。このねバッティングですけど、ワンアウト2塁という場面でワンツーと追い込まれていたんですけど、粘って7球目、最後ねインコースの難しいねボールだったと思うんですね、まあ、それをうまく引っ張って、1、2塁間破ってのライト前タイムリーということでですね、まあ、本当に試合展開考えるともう重い雰囲気ありましたし、栗投手がね頑張っていたので追加点欲しいなという中で、もうここはね何としても打たないといけないというね秋山選手のコメントにもあったんですけど、まあ、そういうね考えでその中でしっかりと仕留められるというね、まあ、技術の高さね素晴らしいなと思いました。まあ、ちょっと他のねチャンスでは、まあ、凡退していたんですけど、ここのね、中盤で1点取れた、まあ、そこで一気に集中力ガッとね高めて、でそれを仕留めるというバッティング技術、まあ、秋山選手このね終盤の大事な戦いの中でね本当に、チームね背中でも引っ張ってくれていますし、試合前のねエンジンでも、まあ、1.33倍の力みんなで出して頑張ろうみたいなね、鼓舞してくれて本当にね頼もしいなと思いますので、ここから最後優勝に向けてね秋山選手にもね、チーム引っ張っていってほしいなと期待しています。で次が菊池選手です。4打数2安打ということで、3試合連続ヒットとなるマルチ安打を記録しました。でヒットの内容を見てもセンターへ2本ということでですね、まあ、9月の打率も2割9分2厘と、まあ、チームがなかなか打てない中ね3割近くマークしているので、まあ、状態はねやっぱりいい方だと思いますし、もうこの試合のヒットね2本見てもセンターね、綺麗なヒットを打っていますので、まあ、しっかりとねタイミングを合わせたり打てているんじゃないかなという気がします。でまあ昨日の動画でも言ったんですけど、まあ、ツーベースとかも出ているという中でバッティング状態いいのでね、まあ、2番起用ねやっぱいいと思うんですね。今ちょっと2番がねなかなか定まらない、この試合もね上本選手2番で起用したんですけど4打数ノーヒットで、まあ裏面出てしまった。で野間選手もまあ絶好調とは言えないという中で、やっぱ菊池選手2番に置くことでね、
まあ、こういう風に普通にヒット打ってくれるっていう期待値もありますし、まあ、バントもできたりというね、まあそういうね小技も仕掛けられるということで、まあ、そういう起用法もあってもいいのかなと思うんですけど、まあ、なかなかちょっとそこはね、まあ、チーム事情によるんだと思うんですけどね、まあ、この2番菊池選手というのもね近々出てくれば面白いかなという風にね期待はしています。で最後石原選手です。スタメン起用に応えるマルチ安打ということでですね、まあ、3打数2安打でスタメンで言うと、まあ、神宮で猛打賞した以来のね、まあ、4試合ぶりのマルチ安打ということになりました。で良かったのが1本目のヒットですね。1本目のヒットを、ライトに打ったんですけど、まあこの打席ですね、追い込まれてワンツーというカウントだったんですけど、まあ、最後はね外の高めのまっすぐをライトに軽打で打ったということで、この前のね横浜戦なんかはちょっと外角の球をね無理に引っ張に行ってサードゴロとかがあったんですけど、まあ、そういうバッティングしてるとやっぱね凡退してしまうので、まあ、このゲームのように外の球は素直に弾き返すぐらいのねバッティングができれば結果もねついてくるのかなというふうに思いましたので、もう一本もねセンター方向へのね弾き返しただけで、まあ、内野安打を勝ち取ったということで、まあ、いい感じで打ててたのかなと思いますし、まあ、8番でやっぱヒットを打ってくれたので、まあ、その分ねチャンスで上位回ったという、まあ、貢献もありましたし、まあ、リード面でもね1失点で、まあ、リードしたということで、活躍がね光ったと。まあ、途中からライザー選手に、ね、変わってましたけど、まあ、バッティング守備でもねチームの勝利に貢献してくれたかなと思います。はい、ではチェックポイント振り返りますが、まあ、なんとか勝って連敗ストップということで、久しぶりにね守り勝てました。本当にねもう勝ってる心地がね全くしなかったですね。まあ2点取った後の6回とかはね、まあいけるんじゃないかなと思ったんですけど、7回1点返されたあたりからねおやおやと思ったんですけど、まあ、8回もピンチあって、それでもリリーフがね、踏ん張ってくれて、で9回の栗林投手はねもう圧巻で、勝てたということで、まあねロースか2対1というねゲームでしたが、ものにできたというのはね大きかったんじゃないかなと思います。でそのね守り勝ったゲームね、やっぱりバックのね守備もこの試合良かったということで、まあ投手ももちろん素晴らしいんですけど、まず初回ですね、ツーアウトランナーなしという場面で川越選手の打球ね、まあファーストへ強烈な打球いったんですけど、まあこれをね坂倉選手うまく取ってアウトにしたということで、まあこれが抜けていればツーベースとかになっていたと思いますし、まあヒーローインタビューでもねこれがあったので栗投手も乗っていけたというふうに、まあ、初回ね3ポンポンポンと3つアウトね取れたというのに貢献してくれた、まあそこでしっかりと強い打球でもね、それはさずに取ったというね、まあ普通のプレーかもしれないんですけど、この試合のね展開とか考えると、まあ先制点ね4点4試合連続で奪われているということを考えると大きなプレーでした。で続いてはね終盤ですね、8回ワンアウト2塁というピンチで、福永選手がサードね、の左横を抜けるかなという打球打ったんですけど、これもね琴野選手がうまく取りまして、でしっかりと送球してアウトということで、まあ、あれも抜けていれば、タイムリーだったかなという場面でしっかりと取って、で送球もね、しっかりと吹かすことなくアウトにしたというね、まあ、ピンチの場面で飛び出した大きなプレーでした。で9回はノーアウトランナーなしで、先頭細川選手の打球ね、まあ、これもサードの左横抜けるかなというね打球だったんですけど、この回から途中出場している二俣選手がうまくさばいたということで、まあ、途中から出てね、なかなか難しいね、とこだったと思うんですけども、しっかりとやっぱ準備しているので、いきなりねああいう打球が来てもさばけたということで、同点のランナーね出さなかったというビッグプレーでしたので、まあ、こういう風にこの試合もね、まあ、守備がしっかりと守れていたので1失点でとどめられて勝てたというね、まあ、今年の本当に勝ち試合をねできたんじゃないかなと思いますので、まあ、これは本当にね今年1年間継続してこれからもねやっていくということね、まあ、できるかなと期待の持てるねゲームでした。でまあ、課題の方はやっぱ打線ですかね。まあ2点まあ取ってるんですけど、まあ、2点止まりかなという内容でね、まあ、打線もね2番上本選手にして3番野間選手にしたりと、いろいろとねやっぱ試行錯誤はしているんですけど、まあ、まず2回の裏はですね、ワンアウトからラッキーのツーベース坂倉選手がね出塁した後ね、菊池選手と矢野選手が凡退で、まあ、得点ならず。で3回は先頭バッター石原選手がヒットで、相手の暴投で2塁行きましたが、まあ、栗投手のねバント、まあ、これがちょっとピッチャー前に転がってで三塁進めず、で秋山選手と上本選手が凡退してしまったということで点取れませんでした。で7回も先頭が石原選手ですね、エラーで出塁した後、まあ、堂林選手がバントで送ってワンアウト2塁になった後ね、まあ、秋山選手と上本選手が凡退ということで、この回も無得点で、8回も2つのフォアボールでワンアウト1、2塁のチャンス作ったんですけど、まあ、菊池選手と矢野選手が凡退してしまったということでね、まあ、こういう風にね得点取った4回5回以外にも4回ねチャンスあった中で、
で決めきれなかったということで、まあ、ちょっとねまとめたら、まあ、この試合に言うとね、まあ、得点のね場面で打席回ってきた選手ね限られて、いたので、まあ、矢野選手、菊池選手、秋山選手、湯本選手がね、まあ、それぞれ2打席ずつ凡退したということでね、まあ、秋山選手はね5回に1本打って、いるんですけど、まあ、ちょっとねそれ以外の選手が1本出なかったよということで、まあ、こういうね、チャンスで1本欲しいですよね、連敗脱出で、まあ、プレッシャーからも解放されるかなということで、まあ、このゲームやっぱ連敗脱出もかかってプレッシャーあったと思うので、そこで硬くなっていたのかなというところも考えられるので、まあ、1つ勝ったということで、まあ、このプレッシャーからもね解放されてまた打つことができるんじゃないかなというところをね期待しています。でやっぱり、まあ、これ見ると1番2番7番8番にねチャンスが多く回って、3、4、5にねこのゲームチャンスで回ってなかったということもあるので、まあ、やっぱ小園選手の前とかね得点圏で回せるようなね、まあ、働きっていうのをね、まあ、上位打線とかにはね期待したいなというふうに思いますし、まあ、やっぱ8番が出ると1、2番にもねチャンスで回るということを、ね、踏まえると、やっぱもうちょっとね2番にはバッティング期待できる選手を置く必要があるのかなと感じましたね。まあ、上本選手もね、まあ、横浜戦で打ったりとね悪くはないんですけど、まあ、ちょっとこの試合は裏目に出たということで、やっぱそこら辺はね試行錯誤しながらになってくるとは思うんですけど、まあ、残りね20何試合とわずかになってきてる中でね、まあ、最適解っていうのは難しいかもしれないので、まあ、その日その日日替わり打線でもいいのでね、得点できる打線っていうのをね、まあ、組んでほしいっていうのと、まあ、そのためにやっぱね、まあ、どういう打線であろうとね野手陣が本当状態上げないとね厳しいので、まあ、この試合ちょっと打てなかった選手なんかもね、まあ、そろそろ状態上がる時期かなと思いますので期待しています。で最後はね首脳陣も落ち着いていたかなということで、8回のアウト1塁で4番の小園選手もあった場面ね、まあ、ここバントも考えられたんですけど、ヒッティングで、まあ、結果的にランナーも進めない凡退になったんですけど、まあ、これは一つ良かったかなと思いますね。まあ、ここを追加点1点欲しいので、まあ、バントで2塁進めるっていうね策もあったと思うんですけど、まあ、そこでね焦らずにしっかりと、まあ、小園選手今当たっているので打たせたっていうのは、まあ、首脳陣も落ち着いて、まあ、焦って変なことしなかったっていうねことかなと思うので、まあ、ここは一つ、まあ、采配としても良かったのかなと思いますので、まあ、状況によっては本当にバントっていうのはね大事ですけど、まあ、小園選手今一番当たってるっていうところもあったりね、するので、まあ、しっかりとヒッティングの方で期待を込めたというところにね、まあ、ナイス采配ということで、まあ、安心ねしました。で先発栗投手ですが、6回と3分の2イニング投げて5安打1失点という内容でした。このゲームはですね、もう序盤から飛ばして先制点をやらないピッチングということで、4試合連続で先制点を与えているというねチームの中で、もうどうしてもね先制点上げないぞというね気持ちが伝わってくる投球内容でした。本当初回からですね低めに様々な変化球球種を集めて、でなおかつコントロールミスがほとんどなかったということで、まあ、凡打の山築いていました。で2回にはねマックスとなります146キロを計測するというように、まあ、2回は3者連続ですし、もう序盤からこんだけねまっすぐに力を込めるのかというふうに飛ばしていました。まあ、宇佐美選手前回ホームラン打ったというバッターということもあったと思うんですけども、しっかりとこの146キロのまっすぐで空振り三振を奪ったというピッチングでした。で落ち球のねキレがこの試合良かったということで、まあ、ツーシームチェンジアップですね、まあ、これが本当低めに集まってでしっかりと落ちていたので、もう空振り率に見てもね2球種ともね高かったということで、本当にこれでよく三振を奪えた、まあ、7個三振奪っていました。でコントロール面で見てもフォアボールもなかったということで、まあ、無駄なランナー出さなかったので、まあ、4回と7回以外はね三者凡退で抑えて、で打線なかなか援護ない中でもね本当粘り強くテンポをね作ったということで、まあ、4回の先制5回の追加点にねつながったという感じもねしました。で、この試合7回のマウンド行ったんですけど、6月26日以来ということで、もう2ヶ月以上ね7回までね投げ切れてなかったんですけど、まあ、久しぶりに投げたということで、まあ、本当に序盤から飛ばしつつねいいピッチングして、でスタミナ残して、7回まで行けたっていうのはね、まあ、良かったと思いますし、まあ、今後のねチームとしてもね好材料です。まあ、7回はねちょっと不運な内野安打が2本あったりして、失点、ね、してしまって降板だったんですけども、本当総じてナイスピッチングでしたね。連敗の嫌な中でいいピッチングを見せてくれました。で開幕投手の意地を見たということで、ちょっとね不甲斐ないピッチングが、続いていたんですけど、久しぶりに本当にね完璧に近いピッチングを見せてくれました。で次回は中6日で行くとね、上位の阪神戦ということになりまして、まあ、今シーズンね阪神相手には、相性もね悪いというところなんですけど、このピッチングすればね抑えれますので、またねこのピッチングを来週するということ期待したいなと思います。
続いてリリーフまとめですが、まずはハーン投手です。7回2アウト1、2塁のピンチに登板しまして、先頭ブライト選手にねフォアボールでどうなるかなとびっくりねしていたんですけど、まあ、最後はね、サードゴロに打ち取ったということでね、まあ、無失点であの場面抑えてくれたので大きかったです。で8回は島内投手ということで、まあ、先頭ヒットで、まあ、バントでワンアウト2塁のピンチに向かいましたが、無失点で7試合連続の無失点となりました。まあ、この試合はチェンジアップが良かったかなということでね、チェンジアップがうまいことね抜けてくれてたので、まあ、タイミング外してね、これでバッターね、抑えれたというのがありました。で最後栗林投手ですが、本当にもう圧巻でしたね。もう7回8回とピンチの連続で嫌な展開だったんですけど、そういう試合展開お構いなくね、もう圧倒的なピッチングで11試合連続無失点となる三者凡退でした。もう本当カットボールもキレキレですし、フォークもしっかり落ちているよということで、最後のね空振り三振を奪ったフォークなんかもね抜群だったので、本当にこの最後の大事な終盤戦で、絶対的守護神の状態が戻ってきたというのはね、チームにとって非常に大きいなと感じております。はい、じゃあ最後に次のゲームですが、予告先発はカープ玉村投手、中日は柳投手です。玉村投手は前回ヤクルト戦で完封目前まで行きましたが、9回ワンアウトも取れずに降板ということで、まあ、そういったね悔しさもあるかもしれませんが、まずはね、ゲームを作るということで先制点ですね。前回は立ち上がり良かったので、スイスイ行けたんですけど、まあ、課題が立ち上がりということなので、まあ、初回のね、ピッチング大事にしてほしいです。でドラゴンズの柳投手ね、今年はね、まあ、状態が良くないんですね。まあ、2軍落ちもしていたり、2軍でもね防御率悪かったりと、状態良くない中、カープは2試合打ててないということで、まあ、今年打たなかったらいつ打つんだというね感じもするので、もう今年ね次のゲームしっかりと打ってね、もう苦手意識っていうのもねなくしてもらいたいなと思います。で松田でのね試合ということなので、まあ、もちろんカード勝ち越しのために連勝はもう必須になってきますし、まあ、そのためには本当打線ですよね。苦手の柳投手といえどね、打線が援護しないといけませんので、まあ、このね連敗ストップしたことでプレッシャーも、なくなるのかなということでね、まあこの試合はなかなか打線も目覚めたという気配はないんですけど、まあ、気持ち的にはまた明日楽になるのかなというふうに思いますので、もうしっかりとね状態を上げて、また来週の巨人との3連戦に向かえるようにねしっかりと打って勝ってほしいなと思います。でここから大型連勝の波作れるかということで、まあ、ようやく4連敗でストップしましたが、まあ、今月はねやっぱ2勝4敗と負けが先行しています。もうほんと最後ね、ラストスパートして大型連勝ができれば優勝本当グッとね近づくので、まあ、そのね波を起こすためには、まずはドラゴンズ相手に連勝して来週の巨人戦に向かう、まあ、そういう形作ってほしいなと思いますので、まあ、しっかりと打線もねこのゲームで状態を上げてくるということを期待して頑張ってもらいましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。久しぶりに自分たちの守り勝つ野球ができて4連敗でストップすることができました。これでチームとしても雰囲気が変わって連勝に向かっていくと期待していますので、また明日のゲーム頑張ってもらいましょう。このチャンネルの登録まだの方は登録もよろしくお願いいたします。それではカープの勝利を祈りまして、シャーカープ頑張れ。